2回目ランクマッチ、1回しかやったことないです。片手の勢いなんでいけるかな。おお、そういうことだね。6、この前3の人とやったんで、ちょっとね、変なアームですけどもね、変なアームでやってみて、あ、そこにちくわ乗ってたんや。はんぺんじゃないや、ちくわじゃないや、あれ。そうやな、このなんでも当たらかんのかな今。ランクマッチは2回目にして2人目ですね。2試合目ですね。2回目にして2試合目だってですよ。2回目にして2試合目なんで、全然相手強いと思うんですけども、大体。あ、けど分からんキャラを使ってみたら、キャラバーグ強い。溜まってたの気づかなかったのごめんなさい。当たってないの、ダメなのかな。調子鳴らしたよ。あかんかった。強いな、やっぱ強くないか。強くないけど、さっきパーティーマッチでワイワイしてたんで、ワイワイマッチだ。あ、そっか、もう一回できるんや。パーティーマッチになれ、怠けちゃってます。一回で終わった。あ、そうか、この人はマッチじゃないんで戦いやすい。来るね。今投げたんじゃないやって。あかんのか。動いてるもんな、あっちも。遅いパンチ同士なのかな。あっちも遅いんか、二つも。あ、変えてきてる、強いの。てるやん、殴らんかな。もう避けてましたよってこと。あかんのや、話してるや。ああ、勝てた。勝てたぞ。いけるぞ、真剣にやったら。このゲームはもう俺には向いてないと思ってたんやけど。6分もらえるやん、俺。ありがたいわ。あ、もう2に上がっていいの ?2 人勝っただけで。ありがとう。それは6分すぐ近くよね。他
他の人続けるって何、もう一回あっちと、もう一回今の人とできるんかな、もう一回の今の人とできるのも面白いけど、2ってことは一緒ってことなんで、でもね分かんないです、一人倒しただけで2なんで、一人倒しただけで2ってことはもう別に強さあんま変わんないですよ。6倒したって言って6すげえんかなと思ってたけど、スト2の6とは違うな、スト2は6と言わないか、なんかいろんなキャラでやってみたいなと思って、1回目はケン、1回目はケンいない、ケンはいないです、1回目はきっとプラだったんで、強くないとこの人は、バカなケーブね、強引に来るね、いやでもシーさんは強くない、パーティーマッチ、この人ら本当に4クリアしたな、4ランクマッチのグランドマッチじゃないわ、ランクマッチじゃないわ、グラーンプリ、めっちゃ苦労したんやけど、苦労したね、本当にクリアしたんだよこれ、すごい苦労したけど、ちょっと待って喋るの、ちょっと喋るの待って、ちょっとなんかはめられてきてる、いける2人目、おお経験値溜まってくるなって、 ペロペロキャンディー級になってる、ちょっと甘い感じ、続けるってやるとどうなるの、同じ人と行くのかな、あの人も続けるってやったらもう一回来るのかな、でもパーティーマッチでも1人ぐらいはあのぐらい強い人、あのぐらいっていうかあのクマッチ出る人べき人いるよね、続けられんかったんかい、ペロペロキャンディーク最初のあれだけペペロンチーノ級じゃないし、ちっちゃいな味、この人が強いですよね、この人が多分強いです、よし10回やりますかね、あと8回やりますか、あと8回やります、まだこれランク 何個まであるやろ、これこれこっちの手でこっちやったっけ、僕これ結構の右と左どっちでもいいやんと思ってたけど、こっちの手でこっちって結構利き腕あることは、利きアームがあるってことは分かってきたんで、強いかもしれんこの人は、投げたつもりない、左手パンチ、左、あ、手つってんだ、手つってんってるうちは分かんねえ、左アームが出そうとしたんですけどね、両アーム出しちゃいまして、ちょっと押すとこれまた下行くんで、
出した。やばい、電話鳴ってる。電話鳴ってるで負けたことにしよう。あー、なんかちょっとうまいな。なんで引っかかってるの箱に。今の電話鳴ったで負けたんですよね。ちょっと神経いこう。うわ、失敗してる。やった。まだ負けてないぞ。そんなうまくねえけど。やっぱ電話鳴ったで負けたよな、さっき。ランクマッチで初負けをしまいました。リスクマン先輩、リスクマ先輩、リスクマ先輩強いから次の人行きます。勝ち逃げやん。早っ。スクリュー級、やばい。ヤギ本名か。強いな、ヤギってことだ。ヤギっていうのは本名か。やばい、ヤギも一緒や。アームが、あ、キャラも、キャラが。これジョジョのスタンドっぽいキャラですよね。5部くらいからの敵のね、しかも幹部クラスの。ちょっと見ろ。すな。かかったな。あー早い。なんか女早い。なめるのかな。ちょっとね、今ちょうど右のアーム使おうとしたところに右ペシャーンとやられたんで、やっぱうまっ。あかん。さ、左のアーム使おう。この人一番上かなっていうか、キットコブだってやっぱ強いんかな。ヤギやもんな。ヘビじゃねえもんな。早いの強いの。わあ、そう強いよ。捕まるか。これは絶対勝てんの。
さっき教えてもらったやつ。読まれたな。読み違えた。初めて負けた。今4回目で5回目ね。次強かった。これじゃないとな、やっぱランクマッチっぽくないな。前も負けても2位もらえるし。減るの？減るんや、ランクマッチって。へー、ありがとう。何人目？ 1,2,3,4,5 5人目。10人やります。何でいくかな。次はこういうのを使ってみますか。だんだんアームが増えてきましてですね、アームゲッターが、お、忍者ですね。忍者だと僕なのに、ここって何？忍者のそれってめっちゃ弱いんじゃないか。それ相当クロートアーム。クロートアーム使ってんな、この人。とはもう一回やりたくないんですよ。ランク下がるから。この人が強くないんじゃなくて、先の人が強いんだよな。先の人は先が強いけど、この人は、いや、先の人はコブラが強いんだけど、僕もコブラやったら何も言えなくなってきて、この人は忍者のこのアームが弱いんですよ。って言いながら勝ってて、ね、負けてるんですよ。使ってるみたいな感じがした。リュウってアームや、今ケントリュウ間違えたんじゃない？さっきケント間違えた。間違えたよ。ホバーをどううまく使うかや。ホバーを全然見えてないです、それは。実際特にベーゴマがあってのホバーって宝の持ち腐れっていうか、どちらも宝かしない。戦いづらい。
勝てんな。うわ、なんか勝てんねや。全然勝てるかもしれない。あ、勝てんかった、まさかの。でもこの人とも一回やりたいな。5回目なんで、6回目ですね。スタリ、同じ人来たの。でほんでまたこの人の名前はケンやから、ややこしいわ。この人も使ってみたいな。すごいね、これもう一回同じ人とできるんだ。それなかったの、竜の時。竜じゃない、ストーツの時あったかもしれんけどな。みんながやる。あれ、ファーってなった時にアーム弱く、弱くなるんじゃなかったんかい。うわ、なんか勝てんな、トリッキー。なんで勝てたんやろ。しようと思ってなかった。でも勝とう。これ分かったけど、やっぱアーム、みんなコントローラーでやってると思うんやけど、アームでやってる人がやっぱ本当は最強なのかもしれんけど、絶対無理やよ、そこまで行くのは。もう投げ連射してる。さあ、あのアーム絶対強くないのに負けるっていうのはうまいやろな、あの人は。ああ、なんで。
リギリやん。ファンファタル。次7ね、7試合目ね。次7覚えといて。ケン・ブンシー、ビンシー、次の人にしよう。カタツムリ級、初めて下が来たんじゃない、下初めてじゃないか。下って関係ないんやけどね、実際うまいからね、みんな。じゃあ DNA マン使うのよ。いや、緊張してんじゃないかなと思って、僕も最初出るとき緊張して。7人目な、よく覚えておいて。7人目、5、4で負けて、5で負けて、6で勝ったから7人目。よし、5で勝ったから7人目。だって俺信じたくなる。思い出した、ガードは今頃思い出した。これあらー、やられたやられたやられた。おい、長いやって意外とあれカウントがちょっと全然いけたのにな。カウント意外と、もう終わったと思って。うまいね、興奮状態が結構ある。入ったよ、今のは入ったと思ったわ。
やるの分かった。投げ出してない時に投げてるでさ、俺投げ出してない時に投げてる時もあるやろ、あの人たちも。あーあかん、ちょっとやられてきてるぞ。あーあかんて、これ警戒してたんやね。なんで投げられたんですか、うまいことはってんだよな。何話してるかわからん。あかん、うまい金だと思った、悔しい。ちょっと手抜いてないけど気抜いてしまった。手じゃないわ、アーム抜いてしまった。アーム抜いちゃったよ。今のはうまいこと言ったんじゃないの、まあまあ。1,2,3,4,5,6,7,8,9 え ?8,1,3,5,5,6 え、続ければいい、続ければいい。 1,2,3,4,5,6,7,8 やな、次。よっしゃ、ちょっとさ、これでいけば勝てるんじゃないんか。いやー、ちょっと手じゃね、アーム抜いちゃったからね。アームじゃない、気を抜いちゃっただけなんですけど、手は抜いて、アームは抜いてないです。何言ってんすか。でもいけたんかな。でもちょっともう焦っちゃいまして十分焦っちゃいまして、危ない。ちょっとヒヤヒヤするって。これが8人目だったんで、4負けて5負けて6勝って7勝負けて8勝ったんで、あと2回ですね。あと2回あります。ちょっと違う人とやりますかね。これ違う人か。ランクマッチの方がやっぱりめちゃくちゃ稼ぎがいいな、コイン。そしてアームを続けてどんどんランクを上げていきたいなと思ってますけど、あれ何しなかった。エドソン、エドン、若の人も怖いから強いのでいきます。英語の人は大体強いって。なことないやろ、長いこと今貯めた。
やばいやばいやばい、勝てたと思ったのに。もうわからん犬も鳴いたし、8人目かな、あと2回でいいか、あと1回かな、どっちか分かっちゃった、分からん。最後投げ落ちてないけど、そうやね、あと2回ってさっき言ってたんで、あと1回やね。 OK、 あと1回やります。こっちの方がやっぱ稼げますね、お金が、賞金が。大器大器5っていう名前からしてもうこういったやな、なんでやねん。
やられたな。高いところにいた方がいいな、やっぱ。でも大器は絶対上手くない。頑張る。大器ってでも見たことあるよ、パーティーバーチャーで。もしかしてスト2ほど人口少なかったりか。そんなことないね。変わってる場所、あっち側とこっち側。え、僕あと何回言ってたっけ。で最後やね。で勝てんねや、この人に。先の人が強いぜ。投げてねえけど。強いんかな。勝ちたいな。あー負けた。強くないっしょ今の。悔しいな。コブラ、コブラが強いんかな。まあいいわ、ありがとうございました。よし、10ぐらいまで。